こんにちは。ちょっとスマホの調子が悪いです。さっきも OK だ。天上門理論、王の時代第5章、天上門文化。先ほど 1,2 を読みました。で、王の時代とその時代を比べながら読んでいます。今回は3、教育。その時代の教育は、先生、先輩、両親が教える。教える人にとって都合の良い結果しか生まれない。勉強する本人は苦を伴う。退化する。嫌なことをやればやるほど退化するんですね。3、王の学習。自分が自発的にする。即結果が出る。すぐに良いことが起こる。自由で楽しい。そして成長する。4、その時代、採取という名の盗むこと、ごまかすこと、嘘を言うこと。これに対して王の時代は、よいしょ、本当に創造作をする、作るですね。盗むに対して作るが対になってます。盗むといっても、この字を書いた場合の盗むは、私たちが考える法を犯した窃盗ではない。地下資源を採取という名の元に自然から盗むこと。もともと自然のものです。すみません、無料なんです。にもかかわらず、かゆいのごめんね。自然からタダで取ったものを、お金を取って売ってますよね。それを盗むと呼びます。法律で認められたことで、この時代の思想の一つである。善悪ではない。世の中のあらゆるものこと、産業も個人も、この思想に組み込まれているので、盗まなければ生きられない。世の中が成り立たないのである。したがって、できるだけ多く盗んで、できるだけうまくごまかし、嘘をつくことによって、会社は大きくなり、個人的にも偉くなる。その証拠に、世界の大企業や偉い人や大金持ちを見ればよくわかる。また、今までの時代は、うちの会社はこれを製造・製作しているというのが、本当の意味の作ることはやっていない。やっていることは、資源を採取してきて加工して、それを売っているだけである。これはですね、物を作るということの考え方が、この前の方にコンコンと書いてあるんです。ただ、ちょっと分かりづらいので省いたので、その時代にやってきたことは、あくまで自然界のものを全部奪ってきて加工して売っただけだということが書いてあります。人間が生み出したものではないと。それを言われると、そりゃそうですよね。どうやって作るんだって話ですよね。そこにあるものを加工しないでどうするんですかって話ですよね。でも、その考え方がそうなんですよ。その考え方だから、その考え方が発生するんですね。で、製造や製作の製は、最も効率の悪い作るである。100壊して1とか、1000壊して何もできないこともあったりする。壊しっぱなし、または偶然に少しできたというもので、大方ゴミになる。それが10トン100トンとなると、大量のゴミとなる。これからの王の時代となると、無駄は許されないので、このような非効率のものは消えていく。最低でも1壊して1製作するものまでは許される。王の時代、壊すということは一切許されません。壊すことが悪に変わります。だから、まあ、今すごくリノベーション、家も壊さないで、いろんなものを作り変えることで新しく生まれ変わりしましょうっていう方向に進んでますよね。これまさに王の作るですね。4、王の時代、本当に創造作をする。創造するの創、造船とかの造、作、作る、作文ですよね。作、将来当分先になると思うが、何でも欲しいものは瞬時に合成できるようになる。不要になったら空間に戻す。とは言っても、今はまだ想像できないかもしれないが、
そうとは材料なしで作ることで、これができるのは神よりもずっと上の方で、ワワハとチュワシャという無の領域の方しかできない。そしてその下の領域の方が原料材料を作り、さらにその下の領域の方が原料材料を使って像をする。神神神ですねは想像はできず、加工にも創造作があると管理コントロールをしている。作は人間がやる。人間が作るときはまず壊さないと作ることができない。組み立てをする。例えばご飯を食べるという行為は、その前にどれだけのものを壊しているのか、膨大な破壊がある。まず農家で作っているもののエネルギー量を計算すると、エネルギーそれ自体がすでに物質を破壊してエネルギー生産している。石油を破壊、言葉を消耗とかっこよく見えるように変えてはいるが、しエネルギーに変え、そしてエネルギーを農薬や農機具を動かすことによって使って米を生産している。その米は消費者に渡るまでにたくさんのエネルギーを使って消費者の手元に届く。そのお米を洗浄するために水を使う。水道水は川の水を浄化して滅菌して電力で各家庭に送られている。そのお米を炊くときにまた電気やガスが使われる。このように膨大なエネルギーを使うということは、すなわち壊しているわけである。それを作るという。以上、王の時代は創造作をやっていく。神様はいろんな神様がいらして、作る材料を作る神様もいれば、それをコントロールして作り出す神様もいれば、そもそもそれを指示出しする神様もいらっしゃると。いろんな神様がいて、神様は一人で何でもできるわけじゃないですよってことが書いてあります。そして私たちはあくまで壊さないと物は作れませんと。確かにお米を育てるにあたってもいろんなことが発生しますよね。土地だって奪ったと言われちゃうとそれまででね、まあ誰のものでも本当はないんですけどね。はい、ということで王とその時代の違い、1,2,3,4まで来ました。次は5。またね。